では、令和6年度、能登半島沖地震の、サポートのために今から、JMAT の出発式を始めていきたいと思います。先立って、まず1月に、DMAT として、活躍された、澤野先生の方から一言よろしくお願いいたします。お疲れ様です。私たちは DMAT で1月に参りましたが、まあ、おそらく2月になって少し状況が変わっていると思いますが、大変まだ、場所によっては大変なところが多いと思いますので、ぜひ気をつけていらっしゃってください。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、出発前に新村先生の方からご挨拶の方お願いします。皆様、本日は出発式、参加いただいてきましてありがとうございます。これから出発したいと思います。我々東日本大震災13年前のですね、経験を生かしてですね、能登半島地震の、お手伝いしていきたいと思います。我々もちょっとあれですね、そういった現場に入るというのは初めてですので、怪我のないようにですね、3日間頑張っていきたいと思いますので、どうぞ、後方支援よろしくお願いいたします。それでは行ってきます。はい、3はい、いきます。笑顔でお願いします。3、2、1。もう1枚いきます。3、2、1。とりあえず頑張ってきます。はい、結構緊張感ありますか？ドキドキです。でも準備ありがとうございました。とんでもないです。千葉さんの準備のおかげでバッチリ。ありがとうございます。はい、そしていけた、はい、はい、一言お願いします。初めてですが、頑張ってきます。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。杉山さん、どうでしょう？気をつけていきましょう。頑張りましょう。安全運転でお願いします。あの新潟県警結構そうですね、なんか僕捕まったことあるんで、パーキングエリアからシャーって出てきますから、ずっと80キロ区間が長いんですよね、北陸道。気をつけてください。気をつけます。はい、お互い気をつけましょう。よろしくお願いします。はい、行ってきます。行ってきます。はい、忘れ物ない。いってらっしゃい。やっと着きました。ホテルルートイン金沢駅前。ただいま時刻は10時過ぎかな。郡山からだいたい5時間ぐらい、ほぼノンストップでトイレ休憩一瞬しただけでたどり着きました。いや、めっちゃ疲れました。ホテルルートイン金沢駅前到着。チェックインいってみましょう。